はい、それでは86見ていきたいと思います。まず外装から見ていきます。トムスのフロントバンパーが入ってますね。右前結構ね綺麗な感じですね。気になるような傷も特になく、この辺りも綺麗ですね。ツヤがあって、で、リップ部分なんかも綺麗な状態になってます。こんな感じですね。で、左フロントですけども、こちらも綺麗ですね。で、ヘッドライトが、社外品入ってまして、クリアな状態ですね。でボンネット、特にへこんでるようなところはなく、ツヤもあって非常に綺麗なボンネットになっております。こんな感じですね。はい、じゃあ続いて左の側面見ていきます。まずはフロントフェンダーですね。フェンダーも綺麗ですね。気になる傷も特になく、こんな感じです。で、ホイールが円形のホイール入っております。タイヤのサイズはですね、どこだ、あった、225/40の18ですね。で、キャリパーこれインプレッサー GC8 のキャリパーを黄色くペイントしてトヨタって塗ってる感じで、なかなかねおしゃれですよね。で、タイヤの溝もまだ結構ね残ってるので全然このまま使えます。ドアミラーは綺麗な感じで、助手席側のドアこちらも綺麗ですね。ツヤが非常にあります。こんな感じですね。特に気になる傷はないですね。で、サイドステップもトムスが入ってまして、こちらも綺麗な感じですね。こんな感じです。続いて左のリアフェンダーです。綺麗ですね。特に気になる傷は見当たらないですね。で、左リアのホイールです。こちらのホイールも綺麗ですね。リアキャリパーも変わってます。で、タイヤサイズは前後同じサイズになりますね。で、タイヤの溝もたっぷりと残っているという感じです。で、このルーフサイドの方も綺麗な状態ですね。で、左側面のへこみですけれども、ドアはですね、ここちょっとへこんでますね。ここですね。映るかな？映らなそうですね。で、リアのフェンダーは特になさそうかなと。続いてリアバンパーです。リアバンパーも綺麗ですね。特に気になるような傷は見当たらないですね。トムスの4本出しマフラーも入って、こんな感じで綺麗です。で、トランクこちらも綺麗ですね。上面の傷なんかも特に見当たらない感じです。続いて右側面、見ていきます。右リアのフェンダー、綺麗な感じですね。で、右リアのホイールです。こちらも綺麗ですね。そして運転席のドア、ツヤもあって綺麗な状態になっておりますね。で、サイドステップの方は特にこちらも気になるような傷は見当たらなそうですね。ちょっとここのパッキンがペロペロってなってるかなっていうところぐらいですかね。で、ドアミラーはちょっとこう傷ありますね。そして、右フロントのフェンダーです。
綺麗です。こんな感じですね。そして、右フロントのホイール、こちらも綺麗な状態になってますね。右側面のへこみ、ドア周りも特に見当たらなくて、フロントのフェンダーもなさそうですね。そしてルーフ、こちらも綺麗な感じですね。こんな感じです。はい、では続いて内装を見ていきます。まずは運転席の、ドアトリム周り、ウィンドウスイッチパネル周りですけども、綺麗ですね。全体的にこんな感じで、特に気になるような傷などはなさそうですね。で、スカッフプレートも綺麗な感じですね。フロアマットも、綺麗です。で、シートはレカラのセミバケットのシートに、変わっています。まあ、シート自体はね、結構綺麗な感じですね。で、助手席側も同じくレカロセミバケットシートで、このももの部分の張り出しが運転席とはこうね、違う感じですけども、まあ、形状はね、色とか同じですね。で、ステアリングもこれ、社外品です。こんな感じですね。綺麗ですね。で、ダッシュボード上に、レーダー探知機が装着されております。乗り跡とか傷とかは特に見当たらないですね。で、ダッシュボードにブリッジの3連メーター。装着されていて、グローボックスの中には ETC の車載機という感じです。で、ストラーダのナビが装着されてますね。この辺なんかも TRD なんですね。で、テインの EDFC アクティブついてます。で、シフトノブも TRD ですね。こんな感じになっております。綺麗ですね。で、ここにですね、こんなのついてるんですよ。これスロコンみたいですね。海外製のスロコンらしいです。じゃあちょっとエンジンかけてみます。かかりもいいですね。アクセルのレスポンスもいい感じです。で、デジタルインナーミラーという感じですね。綺麗ですね。はい、では続いてトランク見てみたいと思います。あ、ちなみにドアスタビライザーついてます。で、トランクトリム類は特に欠品しているところはないですね。こんな感じです。ちょっとここが白く剥げているところがこれぐらいで、ブリッツのタワーバーがついてますね。こんな感じです。まあ、スペアタイヤではなくパンク修理キットですね。で、車高調レンチなんかも装着されてますね。そして、助手席側です。ドアトリム周り綺麗な感じですね。こんな感じです。で、スカッフプレートも綺麗ですね。そしてリアシート、ちょっと暗いんですけども、こんな感じでリアシートの方も綺麗な状態になっております。助手席のフロアマットなんかも綺麗ですね。はい、では続いてエンジンルーム見ていきます。はい、ではエンジンルーム見ていきます。結構エンジンルーム内も手が入ってますね。ブリッツのエアクリーナー入って、トムスのインテークパイプなんかも入ってますね。あとクスコの水冷式のオイルクーラー、ブリッツのタワーバーがこんな感じで入って、オイルキャッチタンクもついてますね。で、これクスコの、ラジエーターのこう、ね、リザーブタンク
こうね、気泡をなくすやつですかね。あとはバッテリーステイなんかも、クスコのやつが入ってますね。で、まあエンジンルーム全体的にもね、非常に綺麗な感じで、まあ特段変な音がしてるというのもないですね。はい、では試乗してみたいと思います。はい、それでは86試乗してみたいと思います。すごいいっぱいパーツ入ってますね、この86は。まあ細かい、パーツ内容はホームページの方の、部品リストをですね、見ていただければと思います。で、走行距離は5万キロっていう感じで、まだね、走ってない方なんじゃないかなと思いますね。で、定員の車庫帳に EDFC のアクティブついてるので、まあ走りながら減衰力調整されてるので、この上のね、EDFC のこの電子的なこの機械音、キュッキュッキュッっていう音はしてきますけども、まあそれ以外特段なんか変な音がしてるっていうのはないですかね。車庫帳のガタが出てるとかっていうのもなさそうです。でマフラーなんかはもう乗ってると全然静かですね。やっぱりこうエンジンかけたてなんかはね、結構いい音してるんですけどね、温まって通常の回転数に落ちて、でこうやって走らしてると、まあノーマルとそんなに変わらないんじゃないかなっていうぐらいの音ですね。で、店員の車庫上の乗り心地もまあ決して硬いという感じではないですね。まあいろいろとこの設定がね、できますので、好みに応じて変えられるんじゃないかなと思います。で、ブレーキが、インプレッサ GC8 のね、キャリパーが前後に入ってるんですけども、やっぱり剛性感ありますね。ペダルタッチも非常にいい感じです。そしてこのね、アクセル踏んだ時のね、加速いいですね。やっぱり駅マニからマフラーまで変わって、一応スロットルコントローラーもね、海外製のものが入ってるんですけども、まあ、やっぱりね、ここら辺がこのレスポンスには寄与してるんじゃないかなっていうフィーリングですね。まあエアロも入って、ヘッドライトのテールレンズも変わって、ホイールも18インチ入ってますし、まあ何かここからねやるっていうのもそんなに必要ない車じゃないかなと思いますね。一通りもう揃ってるので、でまあ車の方としては特段何の問題もなさそうかなっていう感じのフィーリングです。はい、以上86の試乗インプレッションでした。